はい、どうも、吉谷です、今回はですね、ドリア火星の方からですね、結果報告来ましたので、シェアしたいと思います。よろしくお願いします。吉谷さん、ご無沙汰しています。以前ご報告したブログですが、先ほど広告記載依頼が来ました。添付します。このブログはアドセンスで毎日数百円、毎日数円稼いでくれています。3年後に向けてコツコツ記事を追加していきます。0から1ができたので、あとは1を100にしたり、1000にしたりするだけです。今では記事を書くためにセミナーで教えていただいたブックメーカーをやったり、ドリアカで教えていただいたポイントや自己アフィリエイトをやっています。吉谷さんに教えてもらう前は、ブログの記事に何を書こうか、こんな記事を書いても面白くないのではないかと、なかなか行動できずにいました。私と同じようにこんな理由で行動ができない人をたくさんいると思います。いるように思います。この2から3ヶ月でブログを5個ぐらい始めて、記事は500ぐらい追加しています。すごいですね。5個も作ったとブログ。本業の仕事も忙しかったりするので、朝記事を追加しています。使うキーワードを考えていますが、記事は考えて書いていないです。いないのです。なるほど。吉谷さんが YouTube で一郎の話をされていましたが、その通りだと思います。1年前、偶然情報商材完全バイブルを買って、まさか私がネットビジネスを始めるなんて、本当に人生が面白いですね。またご指導よろしくお願いいたします。ということで、おめでとうございます。来ましたね。で、一応写真添付していただいたんですけども、こんにちは、はじめまして。私は現在、オンライン運営、カジノ、スポーツブックの紹介するウェブサイト及びサッカー、関連のウェブサイトを運営させていただいております。本日は弊社のウェブサイトにおいて我々のウェブサイトの広告記載、を依頼することができればと思いご連絡させていただきました。詳しい条件報酬については改めてお話しすることができればと思っています。ぜひご検討いただければと思っています。ご質問や不明点があればいつでもご連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いしますと。素晴らしいですね。これはどういうことかっていうと、要はその、まあ、ブログをコツコツ書いてたことによってアクセスが集まってきて、で見てくれてる人のユーザーの中で、このサイトちゃんと書いてるぞと、このサイトちゃんと書いてるぞと、ちょっと広告出したいなと、広告やってないのかなっていうことでお問い合わせに来たってことですね。でこれはもう本当コツコツやってるからだと僕は思いますね。じゃないと来ないですから。でこの動画からこうシェアするのが、まあ、ここですね。まあ何でもいいんですけど、まあ、ドリアカの方にですね、最近そのブログ、このブログで稼ぐノウハウっていうのを入れてます。最近だね、ちょっと経ちましたね。このブログで講義、稼ぐためにはどうすればいいのかと、あとは、ブログの、この、塾生さんのですね、この、すでに50万とか40万稼いでる塾生さんですね。このどういうふうにやるのかっていうのを、講義提供していただいてますけど、まあ、ブログに関してはですね、本当コツコツやんないとダメですよっていうことは言ってます。中長期考えましょうということを言ってるんですけど、ちゃんとやってればね、こうなるんですよね。うん。だからここですね。ここですね。まあ、こうピックアップするとするならば。吉谷さんに教えてもらう前には、ブログの記事に何を書こうか、こんな記事を書いたら面白くないのではないか。となかなか行動できずにいました。私と同じようにこんな理由で行動できない人がたくさんいるように思いますと。要はその価値についてですね、まあこの塾生さんにはその価値についてをすごい言ったんですよ。実際にお会いしてお話ししたこともあるんですけど、価値についてすごく話しました。要は行動ができない人は、自分の価値観で価値を決めている。だから、自分の価値に気づかない、自分が持ってる価値にも気づかないし、このまあこんな感じですね。まあここにも書いてあった通り、要はその価値を自分で決めつけちゃってるんですよね。これが価値にならないっていう。例えば、まあ僕の事例で言うならば、
僕の事例をちょっとお話しするならば、まあこれ結構言うんですけど、僕の事例で言うならばですよ。このお酒を飲みながら適当にぼやくっていうのを去年、もう去年ですかね、1年前にこのやったんですよ。で、これは思いつきでちょっとやったんですよ。わかります？ただ酒飲んで喋ってるだけなんですよ。酒飲んで喋ってるだけなんですね。で、これは何で思いついたかっていうと、その27時間テレビとかで、これをやった理由っていうのが、27時間テレビとかで、中居さんとさんまさんとか中居さんがお酒飲みながら深夜やってる番組がある、あ、コーナーがあるんですけど、それを自分でやったらどうかなみたいな感じだったと思います。で、まあ同じような感じで酒飲みながら本当に適当にこうぼやいてたわけですよ。で、これやってたらどうなったかっていうと、別に僕これ価値提供しようなんて1ミリも思ってないんですよね。価値提供をしようなんて思ってないです。ただ単純にちょっとやってみたんですよ。で、やったらどうなったかっていうと、まあね、これね、もうこれね、この女性とのお酒をぼやくっていうのもやったんですけど、なんかこう見てくれてるっていうことで一緒にタイアップしたいですっていう。で、実はその男性の方も、この中村さんですね。中村、マスターマインド、マスターマイン、マスター、まあ、このマスターマインドっていうチャンネルをね、ちょっと今やってるんですけど、このマスターマインドで、その中村さんですね、この今月に300とか500万稼いでるこの中村さんも、このブックメあのなんだあのあれですよ、お酒を飲みながらぼやくっていうのを見てくれて、中村さんも、吉野さん、今度お酒を飲みながらぼやくちょっと一緒にやりましょうよって言って、この前言っていただいたんですけど、まあ、他にも一般のお客さんも、なんだ、よいしょ、一般のお客さんもこの動画見て、どれだっけな、どっかで紹介してるんですけど、どれだっけ、まあどっかでなんか言ってます。なんか、まあこの動画を見てくれてる人が、この動画をきっかけに、じゃあ言いましょう。ステップ1。お酒を飲みながらぼやいた。ステップ2。それを見てくれてファンができた。ステップ3。事例ですね。ファンになってくれた人がセミナーに来てくれた。ステップ4。最終、はい、これが事例であります。ステップ1、お酒を飲みながらぼやいた。はい、ステップ2、それを見てくれてファンができた。ステップ3、ファンになってくれた人がセミナーに来てくれた。まあ、最終的に、ドリアカに入りました、今年。わかります？ということは、これだけで、まあ、お酒を飲みながら僕は30万以上の利益が出てるわけですよね。30万以上の売上が出てるわけですよね。お酒を飲みながらこれやって、30万の、まあ、これ一つの事例ですけど、他にもいっぱいありますよ。一つの事例でご紹介しますけど、この一つの事例だけでも、お酒を飲みながらただやっただけで、ね、お金で言うならば30万以上の売り上げが出てるわけじゃないですか。でも僕、価値提供するなんて一言もこう思ってこれやってないですからね。要は固定概念なんですよ、ほとんどの人が。だからそれで行動が本当に止まっちゃうんですよね。例えば YouTube で言うならば、この前ライブ放送でもご紹介したんですけど、まあ、これセミナーでもよく紹介してます。
食品サンプルだったかな、違うか、食品なんだっけな、食品レビュー、これじゃないな、食品資料だったかな、資料、あ、これだ、もうこれ見てほしいんですけど、これね、4000万回再生されてるがあるわけですよ。これ4000万回この動画再生されてるんですね。これ4000万回。この2分58秒の動画。4000万回ですよ。4000万回。ぶっ飛んでますよね。4000万回ですよ。じゃあこの動画って何なのかっていうと、顔も出してないし、音声レビューしてるわけじゃないですよ。このネリッチョソフト。ネリッチョソフトを何詳しく音声でレビューしてるのか。音声無音ですからね、これ。これ音声無音ですから。無音、音声無音。顔も出してない。これが4000万回再生されるわけですよ。だから、ニーズあるわけですよ。だから、こんな動画を撮って価値がないと思ったらそれまでなんですよ。ね。ネリッチョソフトを、ね、こういう感じでなんか適当に動画撮って、こんなの価値がないって言ったらそれまでなんですよ。それまでですね。価値がこれにないと思ったらこの動画作れないですから。ね、ただこれやってるだけですよ、本当に。これ誰でもできないですか？これぶっちゃけ小学生でもできますよ、これ。これネリッチョソフトって多分小学生レベルでの多分6歳以上か多分ありますよね。多分6歳以上だったらこれできると思うんですよ。まああとはその、なんか iPhone こう録画しとけばいいだけじゃないですか。大人だったら絶対できますよね、こんなのは。動画 iPhone のボタンを押すだけなんですから、まあ、スマホのボタンを押したら動画撮れるじゃないですか。じゃあ本当これだけですからね、これだけ、これで4000万回わかります。じゃあこれに価値がない、これにニーズがなかったら4000万回再生されますって話じゃないですか。もしこれに価値が1ミリもなかったら4000万回も再生されますっていう話なんですよ。これは、これを見る人がいるからですよね。でもこれは4000万回再生された理由っていうのは、まあ、海外とかの人も見たからだと思いますけど。はい。で、この、まあ、これではないですけど、ドリームアカデミアでは、この、そのトレンド動画っていうのを教えてるわけじゃないですか。トレンド動画、YouTube で稼ぐノウハウ。ね、これでトレンド動画っていうのを教えてますよね、ここで。このスクロール系の動画ですよ。これもね、覚えちゃえば、2分で作れます。どれだっけな。2分で作れる。ここら辺になんかあったと思うんですけどね。動画作成、あった、ステップ15ありましたね。2分で動画を作る方法、これ庄山さんが実際2分でこれ作りますって言って、これね、このニュースをコピペして作るわけなんですけど、はい、コピペします、コピペしました、コピペしてこの Windows ムービーメーカーにぶち込む、これ慣れれば2分ですからね。まあここエンドロール流れるわけなんですけど、このまあ具体的なやり方っていうのね、このドリアカでもこうご紹介してますけども、これね、全部このトレンド動画どうやって作ればいいのかとか、トレンド動画のノウハウですよね。どうすれば再生回数上がるのかとか、はい、トレンド動画は、まあ、そのニュースですよね。ニュース、はい、
これとかそうかな。あ、こういうやつですね。こういうトレ、こういうやつです。スクロール系の動画。これだってこれもね、2万2000回ですよ、これ。ただ これをコピーしてるだけですけど、多分これコピペですよ。これ全部あれです、コピペだと思いますけどね。はい、これもこれ8万5000回ですね。8万5000回こんなのコピペするだけじゃないですか。コピペするだけ、まあコピペするだけだっつったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、これも結局見る人がいるわけですから、うん、でそのノウハウはもうここに全部入ってますし、まあここのねセミナー映像とかも全部、この大阪セミナーいいんで、大阪セミナーめちゃめちゃ言ってますから、これ見ていただけば もうノウハウはもうこれだけで十分かなと思います。ノウハウはこれで十分かなっていうぐらいこの大阪セミナーでめっちゃ話したんで、あとはまあやり具体的なやり方に関してはここの全部ステップ踏んでやっていただければできますよね、うん。だからなんだ、これでいいのかなって話なんですよ。なんか、この、以前も、そうそうそう、これ結果報告であるんですけど、このね、以前、ドリア家政の方で、その、僕、アドバイスしたんですよ。これ、結果が出た人の一番最初の結果報告かな。多分、一番最初の結果報告だと思います。これですね、多分一番最初の結果報告ですね。これですね、はい、うん、もう3、この時点で29,000、1月4日の時点で29,000か。まあこの人は、ま、前にそのメールでいろいろとアドバイスしたんですよ。そのドリアカが始まる前にですね、ドリアカが始まる前にメールでいろいろやり取りしててアドバイスしたんですけど、この人って最初トレンド動画をやったんですけど、トレンド動画を1本作るのになんか 1,2 時間かけてたんですよ。3時間とかで、その 1,2 時間とかで作った動画を確か見せてもらって、いやこれはやりすぎですと。要は何をやったかっていうと、要はこんなんでいいのかなっていうことで、その人はなんだろうな、その人、この結果が出てある人に対してアドバイスしたのは、この人も固定概念なんですけど、こんなのでいいのかな、不安、その不安を解消するために、動画を作り込む、括弧に 2,3 時間行動が遅くなる。で僕はそのこれでメールいただいたんですね、この人から。いやこれは時間それかけすぎだと。いやそんなコピペでいいんだから、クオリティは気にせずやりましょうっていう。でそしたら、まあ、ガンガン量産して、まあ、稼げるようになったわけなんですけど、なんかね、自分で固定概念決めちゃってる人が本当に非常に多いんじゃないかなっていうのがあるんですね。なんでそんなにガチガチに固めるのっていう、なんでもいいじゃないですかって話で、ニーズがあるわけですよ。僕なんかお酒飲みながら適当にやって売り上げ作ってるわけですよ。ね。で、これも、じゃあこれね、これも、あれなんですけど、このバリちゃんね。バリちゃん僕好きなんですけど、バリちゃん来た。こうバリちゃんね、チャンネル登録者数1万人になったんですけど、1万人が支持してるんですけど、こうバリちゃん見てほしいんですけど、ね、ほとんど喋ってないんですよ。ただ飯食ってるだけですからね。これ8000回、これ8000回。まぁ、ちょっとね、最初飯作るやつあるんですけど、これマジでバリちゃん飯食ってるだけですからね。どうもバリちゃんです、みたいな。これマジで飯食ってるだけですからね。で、マジで喋んない時ありますからね。うまいとか、ただそれだけとか、もうマジで喋んない時もありますから、ひたすら食ってるだけですよ。ちょっとバリちゃん見てほしいな。ただ食ってるだけで、ただ食ってるだけでね、1万人のチャンネル登録してる。
社数。な、世の中にいろんなニーズがありますから、なんか別になんだろうな、これでいいのかな、で行動が止まる前に、やればいいのになと僕は思うんですけどね。だそこのマインドブロックなんですよ、結局は。マインドブロック、マインドブロックです、マジで。このマインドブロックが行動を邪魔して、マインドブロックが行動を邪魔することによって収入をの限界を作ってるんです。あります、マインドブロックブロックが、行動を妨げて、行動が妨げられることによって収入に限界が出てしまうと、そういうことですね。もうマインドブロックです、まあ、これ破壊しましょう本当に。でこのマインドブロックが外れるともう本当に何でもできますんで、結果が出てない人はですね、マインドブロックが行動を妨げて、行動が妨げられることによって収入に限界が出てしまうと。何でも今お金になりますから、やりましょう本当に。そのやり方もね、ドリームアカデミアでちゃんと言ってるわけですから。ここでこれも、これは YouTube を使ったその顔出し不要のトレンドスクロール系の動画ですよね。だからまあ本当にですね、まあ、ここはマインドブロックを外しましょう。だから僕の無料動画でも何でもいいんですけど、僕の無料系の動画はもうマインドのことしかほとんど言ってないんで、マインドブロックが外れない人はもうその、この究極のマインドセット、もうドリアカに入れた究極のマインドセットは全部統括して全部まとめてこれ言いましたので、まあ、これ3回ぐらい見てくれみたいなことを言ってますけれども、この究極のマインドセット見てください。あとは究極の、万が一究極のマインドセットを見てもマインドブロックが外れないようだったら、僕の無料動画腐るほど見てください。マインドしか言ってないんで、はい、僕の、動画、無料動画を見てください。腐るほど。マインドのことほぼ8割ですから、もう本当ね、これが自分の収入の限界を作ってしまってますので、もう本当これは外してほしいなと。でここでいただいてる通り、なかなか行動できずにいましたと。これはまあブログですけどね。だからブログの記事でも YouTube でも何でもいいんですけど、あの価値は誰でも提供できます。みんなそれに気づかないんで、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、本当人生は変えられるので、まあ、頑張っていきましょう。はい、ということでちょっと長々ダラダラになっちゃいましたけど、これで動画の方は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。